ちょっと、もうちょっとね、あの好奇心を抑えることができない。冷麺が好きだった。すごく冷麺が好きだったな。え？いや行くよドンキホーテ。まさかリキアの行きたい場所がドンキだとは思わなかったじゃん。いやこれ絡まれそうだな。ちょっとそっぽ向いてよ。意外とそっぽ向いたら許されることもあるかもしれない。兄貴、ドンキって営業時間店舗で違うものなんですか？みんな5時ぐらいまでやってるのかと思ってた。そうなんか繁華街というか、そういうとこのドンキだけはそのぐらいの時間までやってるってこと？あ、もう一回セーブしとこうかな。もうこまめなセーブがね助かる時が。早いっす早いっす。だって可愛い。こまめなセーブはね本当にね助かるんですよね。なんかちょっと、あ、ここなんかちょっとミスってるわみたいな、録画ミスってるわみたいな時にねやり直せますからね。ちょっとセーブします。なんかすごい可愛い、すごい可愛いトレーナー着た人に絡まれたんだけど、どういうこと？何クマって書いてあるんだろうそれ。わかんないけど、こんな可愛い人が絡んできちゃうの？びっくりよ。どうしたのそれ。あ、肉まんって書いてあるかも。え？肉まんって書いてあるんじゃないのこれ。ちょっとさ、よく見えないけど、後でズームしたら見えるかな。なんか肉まんって書いてある気がする。ほら、どうなの？肉まんじゃない多分。肉まん、可愛い。あ、クマとかけてるってこと？クマと肉まんのをかけて肉まん？肉まんってことなの？すまねえ。これで勘弁してください。もう、そんな可愛いトレーナー着てるのにダメ、喧嘩売っちゃ。本当に。兄貴！あ、これやっぱあれかな？一応、そのドンキが目的地になってるし、あれかも。なんていうの？リキアに付き合う付き合わないを選択して、キレイさんが一人行動できるかどうかっていう意味だったのかもね。うわー、賑やかな店ですね。若い子いっぱいいますね。あ、ここで待っててやるから好きなだけ見てこい。一緒に行けばいいのに。外で待ってたで暇じゃない。ドンキなんか見るとこいっぱいあるでしょ。だって、アザースちょっと行ってきます。うわー、いっぱい買ってきた。兄貴お待たせしました。おいおい、ずいぶん買ったな。へへ、安いしなんか嬉しくなっちゃって。それに朝顔の、あー、みんなにも何か買ってってやりたくて、なんていい人なの。そうか、ありがとうよリキア。いや、礼を言われるほどのことじゃないっす。兄貴、ところで兄貴、この荷物、あー、どこかに預けたいんですけど、コインロッカーとかないですか？あるある。あ、コインロッカーならこの先の通り、ん、この通りの先にある。行くか。お願いします。これすごい可愛いんだけど、もうウキウキじゃ。何買ったんだろうね。中身道路透けてますけどね。向こう側のこの道路のタイルが透けてますけど大丈夫リキア？それ袋穴開いてるよ。中身全部下に落として歩いちゃうとか大丈夫？もうめちゃめちゃもう得意げな顔だもん。ドンキで買ってやりましたよ兄貴みたいな顔してる。オッケー。ああ、なんか道が全部あれだ、通れなくなってる。オッケー、じゃあコインロッカーね。コインロッカー行きましょう。コインロッカーここだよね。ここだけど、ここだ。アザース荷物入れてきます。兄貴、お待たせしました兄貴。さて、買い物も済んだし次はどうするか。あ、なるほど、やっぱそういう感じなんだね。多分これこっち選んだら一人で行動できるんじゃないかな。まあまあでもいいでしょう、付き合いましょう。まだもう少しリキアに付き合ってやるか。違うのかな。リキア、どこか行きたいところはあるか。兄貴、あれあれ、あのビルに登ってみたいっす。ミレニアムタワー？ん？ああ、ミレニアムタワーか。すげえ高いビルですよね。あの屋上からの景色を見てみたいっす。残念だが無理だ。入り口は、うん、警察が封鎖してる。ああそうか、さっき事件があったばかりですもんね。すんません兄貴、俺自分ばっかり楽しんじゃってて兄貴の気持ちも考えずに。すごい悲しい顔してる。兄貴、あ、兄貴、どっか静かな場所行きませんか？ん？俺、柏木さんって人とは面識ないですけど、兄貴にとって大切な、そうだよ、人だったんですよね。あ、兄貴にとって大切な人は俺にとっても大切な人です。さっきドンキホーテでビール買ってきたんです。その柏木さんのために兄貴と2人で献杯しようと思って。力也、どっか公園とかで飲みませんか兄貴？ああそうだな、
第三公園で少し休憩するか。うん、いやー、力也好き力也好き。もうすごい険しい顔してるけど、いや、力也いいやつだね。兄貴、第三公園、第三公園ってどっちだ。第三公園は書いてある。あ、ピンク出てたわ、ごめんなさい。ピンク出てた。いつもねピンクが出てるかどうかをね忘れちゃうのよね。キルさんって焼肉食べたから、あ、いや、あ、まあそうかそうか、あ、バトルしたもんね、焼肉食べた後に。リキアってすごいいいやつだね。なんか大丈夫か、もうなんかいい人とか出てくるとさ、もう結末が心配になっちゃうのよね。なんか大丈夫って。ブランコ乗ってる。柏木さん。あの兄貴。ん、柏木さんってどんな人だったんですか。お、俺の育ての親、風間のおやっさんの意思を理解し、しっかりと引き継いでいる人でな。風間組の2代目を襲名した人だ。柏木さんは、ああ、ちょっと選んでみたいけど、ちょっと選んでみたいけど、まあさすがにね、さすがにやめときましょうね。影の実力者だった。表に出ることはあまりなかったが、俺のピンチを救ってくれたこともあった。あの人がいたから、第五登場会の東大が若くても組織はまとまってた。今の登場会にはなくてはならない人だ。へえ、やっぱりすごい人なんすね。すごい、あ、そうだな、これ選んでもいいのかな。なんかこう失敗とか大丈夫、ゲームオーバーとかないかな。ちょっと、もうちょっとね、あの好奇心を抑えることができない。冷麺が好きだった、すごく冷麺が好きだったな。え、若い頃によく焼肉屋に連れて行ってもらったが、必ず締めは冷麺でな。店が冷麺を切らせてると言うと激怒してな。まだ若かった俺もよく材料を買いに走らされたよ。へえ、兄貴が、なんだ、俺がパセリしてたことがおかしいか。まさかヘタレだと思ってんじゃねえだろうな。いや、そんな、若い頃は誰だって。言っておくがな、力也、冷麺が食えない時の柏木さんの表現っぷりっつったらとんでもねえんだぞ。いや、わかりましたから兄貴、落ち着いてください。まあいい。しかし、あんなに怒った柏木さんを見たのは冷麺の時だけだったな。いや、これ選んでよかったわ。え、これ面白いでしょ、だってこっち選んでよかった。あ、なんだ、まあでもさすがにね、最初のはね、最初のはおかしいでしょ。うん、うん、うん、深いっすね。柏木さんが冷麺を好きだったのはビンビン伝わってきますよ。さて、そろそろ行くか、力也。ええ。あ、はい。まだどこか行きたいところはあるか。そうっすね、ちょっとしんみりしちゃいましたし。お、ケーキ漬けにショーパブとかでパーッと行きませんか、兄貴。ショーパブか。え、やっぱ東京のショーも見ておきたくて。あの、兄貴が気分じゃなければ俺一人で。悪いが気分じゃないんだ。はあ、やっぱりすいません、兄貴。俺なりに元気づけようとしたんですけど、自分が行きたかったわけじゃないんだね。分かってるよ、力也。気にするな。お前は行って楽しんでこい。でも、いいから行け。力也、ありがとうよ。行くは行くんだ。いや、とんでもないっす。俺こそ元気づけられなくてすいません。じゃあ俺一人で行ってきます。だが一人で大丈夫か。大丈夫っす。だいぶ年間ついてきました。本当に。そうか、分かった。俺は今天下一通りにあるセレナという店を活動の拠点として使わせてもらってる。後でその店で合流しよう。場所が分からなければ連絡をくれ。じゃあ。分かりました。じゃあ兄貴、また後で。あ、兄貴、これ、カムロ町を案内してくれたお礼です。なんだろう。ああ、なんかまた、ミニゲームで使うやつかな。うん。じゃあ、行ってきます。うん。あ、電話？柏木さんじゃない。間違えた。伊達さんかな？もしもし。桐生か。俺だ。そっちの状況はどうだ？神田とは会えた。やつはやつで、いろいろと画策していたようだが、所詮は小物だ。柏木さんの言う登場会の裏切り者の線はない。空振りだったか。どうやらそのようだ。詳しいことは会って話す。伊達さん、今セレナか。
あ、とりあえずセレナに集合しよう。ママも好きに使っていいと言ってくれている。わかった、それじゃ一度セレナに戻る。あ、後でな。まあでもママもママでね、一人でお店やってて、キリュウさんとか伊達さんみたいな人が割と頻繁に来てくれたら安心なところもあるのかな。ねえ、だってこんな人の多い場所でさ、一人でお店やってるわけでしょ。ねえ、あ、これもう行って大丈夫かな。何、うるせえんだよ、消えろ。ん、なんだ、奥の方から聞こえたが、それはメインストーリー、いぶき、てめえこれ以上邪魔するなら容赦しねえぞ。なんだろう、もうやめてください、こんなことを繰り返しても何も変わりません。サブストーリーかな。はい、ちょっとね、なんかこれメインストーリーなのサブストーリーなのって分かんなくて、しばらくやってたんですけど、これはね、どうやらなんかずっと気になってたんだけど、ここにね、一番上にメインストーリー6章協力者で、メインストーリーの内容が書いてあって、でその下にミッションとヒットマンっていう項目がありまして、でこのミッションは普通のサブストーリー、そう、普通のサブストーリーがここにあって、でこれヒットマンって何ってずっと思ってたの。これですね、これが、今の人が関係するやつやつっていうね、語彙力がないからですね。うん、なのでまあこれは私が動画外でやると思います。はい、なので今の一連のものは結構カットしてるんじゃないかなと思います。なんか今日動画1本分ぐらいしか撮れないなと思ってたんだけど、撮り続けてたら結構いい時間になってきちゃったので、これはこれで、今区切るのももったいないので、ちょっとセーブだけしちゃいますね。はい、オッケー。ちょっとね、そう、動画1本分ぐらいしか録画できないだろうなと思ってたんですけど、今結構いい時間録画してて、これはさすがにね、ここで終わりにするのはちょっともったいないので、このままもうちょっとやっちゃおうと思います。まああともうちょっとは大丈夫だと思うので、ただ結構カットするとこ、あー、また絡まれた。結構カットするとこ多そうだから、全然時間が読めないな。まあ伊達さんのとこ行ったらある程度なんかまたイベントとかあるかな。とりあえずこれはサクッと倒しています。わあ、みんなパーカー、オッケー、最後は踏みつけて倒しました。すんませんでした、いい勉強になりました。これ勉強代ですんで受け取ってください、3000円。痛い痛い、そうだ、ずっと目にゴミが入ってたんだった。ちょっとセレナに入る前に目薬をさすか。ちょっと待ってね、セレナここだよね。 OK、 少々お待ちください。よし、じゃあセレナ入りましょう。さて、じゃあ伊達さんに話してみよう。キリュウ。おお、キリュウ、ずいぶんと遅かったな。神田に会うのに手間取ったか、手間取ったのか。か、ああ、それもあるが、なんだ、どうした。ママすまないが、沖縄から来た俺の連れがいる。一緒にここ、ああ、使わせてもらって構わないか。リキやね。それは構わないけど。困るよね。ひょっとしてはるかか。いや、沖縄の流動一家という組の若頭をやってる男だ。何？男？あ、若頭といっても年はまだまだガキだがな。25歳とかなんだっけ。あら、若い男の子は大歓迎よ。ほら、この店、伊達さんのような中年の人しか来ないし、なるほど。おいおい、ママ、それどういう意味だ。あら、伊達さんだって私のことババアなんて言うくせに、いつものお返しよ。ババアって言ったわけじゃないよね、でもね。キリュウさん。あ、飛ばしちゃった、ごめんなさい。とにかく仕事の邪魔をしなければ奥の部屋を使ってくれっていいわ。半分物置代わりになってるけどいいでしょ。あ、すまない。ふん、男ねえ。で、そいつは今どこにいるんだ。今は一人で神室町を観光している。後でここへ来るように言ってある。ふん、観光ね、悠長なこった。あら、伊達さん、なんだかご機嫌斜めね、どうしたの。なんでもないよ。あ、もう来た、力也。兄貴。おお、早い。あ、兄貴、よかった、やっとたどり着けましたよ。5回も違う店に入っちゃいました。おい、桐生、こいつがそうか。あ、力也、俺がいつも世話になっている伊達さんとこの店のママだ。ナイス。どうも、兄貴の弟分やってます、島袋力也っす。以後お見知りおきょう。まあ元気があっていいわね。あざっす。
ふん、伊達だ。よろしくな。伊達さん面白。よろしくっす。ところでリキア、もう観光は済んだのか？だいたい一通りは。でもどうした？はあ、結局ショーパブへはたどり着けませんでした。ああ見たかったな、東京のショーパブ。そっか、すごい悲しそうな顔だね。そんなに行きたかったのか。結局行きたかったんだね。あのキルさんを元気づけようと思って行こうと思ったわけではなく、わけではなくっていうか、まあそれもあるけど、リキアが個人的に行きたかったと。おい、ところでキル、お前さんの得た情報を聞きたいんだが、もう一通り用事は済んだか？お、じっくり話したいから落ち着いたら声をかけてくれ。ああなるほど、そっか、なるほど。じゃああれだ、またこれ進んじゃう系だ。あーそれはじゃあセーブした方がいいね。セーブっていうかやめた方がいいね。あ、じゃあちょっと取り続けようと思ったんですけど、一回ここで終わりにした方がいいな。多分レベル上げとかした方がいい感じだよね、多分ね。うん、オッケー。じゃあなんかちょっとよくわかんないことになっちゃったけどやっぱここで終わりにしましょう。はいはい、というわけでちょっと動画を編集してたらですね、思ったより短くなってしまったので、ちょっとおまけの動画を付け足そうかなと思います。おまけなので私映ってないんですけど、お許しください。というわけでこれはね、あのリキアと焼肉を食べた後のセーブデータなんですけど、あの焼肉屋で話していた入れ墨の話がですね、サブストーリーでしか見られないとのことなので、教えてくださった方ありがとうございます。はい、なのでそれをねやってみようと思います。あのメインストーリーで出る話なのかなと思って楽しみにしてたんですけど、サブストーリーでしか見れないということは、自分からねそのサブストーリーの場所に行かないと発生しないものなので、いやそれは見逃してはならないと思いましてね、はい、やっていきたいと思います。ちょうど、この龍神会館にね、師匠がいますので、師匠先生が、はい、いますので、じゃあここにね行ってみましょう。兄貴、龍神会館。兄貴、ここなんか店が入ってるんですか？龍神会館って前も来たことあるよね。ここは堀場、堀場だな。堀場つうことは入れ墨の師匠が、師匠がじゃない、堀氏がいるんすか？勝手に師匠にしちゃった。そうだ、俺の背中の面倒を見てくれている、これ歌堀さんでいいんだっけ？いつも分かんなくなっちゃう。結局歌堀さんと風堀さんだったんだっけ、なぜか覚えられないんだよね。はい、まあ先生がここにいると。風堀、風堀がね、どっちか忘れちゃう。へえ、兄貴の竜を掘った堀しか。どうした？いや、ほら、俺の背中のハブ、仕上げが済んでないじゃねえす、ないじゃねえすか。ないじゃねえすかって珍しい言い方じゃない？だからその、ふっ、俺が歌堀の先生にお前のハブを仕上げてもらえるか聞いてやろうか？え、いいんすか？兄貴と同じ堀師に入れてもらえるなんて感激っすよ。それじゃ、ついてこい。お、先生、先生お邪魔します。おお、キリュウか、今日は何の用だ？実は入れ墨を掘っていただきたくて、こいつなんですが。どれ？入れ墨を完成させる前に彫り師が亡くなってしまいまして、それで仕上げを先生にしていただこうかと。そういうことなら力にはなれねえな。他の彫り師の入れ墨に墨を足すなんぞ俺にはできねえ。なるほど、そういう、そっか、あーなんかわかる気がするな。しかし、キリュウ、まあ聞け、キリュウ、お前ならわかってると思うが、入れ墨ってのはそいつの生涯を変えちまう。掘られる人間も入れ墨を背負う覚悟をするように、掘る人間もそいつの一生を背負う覚悟をする。俺はそれを貫いて掘ってきた。だからよ、他の掘り師が掘った入れ墨の続きを掘るなんざ俺にはできねえ。すまないな。つまらねえジジイのこだわりだ。だが譲るわけにもいかねえんだ。そうですか。ああ。おいおい、そりゃ何か、俺の背中には覚悟がねえとでも言うのかよ。すごいね、強気だね。やめろ、リキア。いや、兄貴の命令でもそれは聞けねえ。俺の背中のハブは沖縄の魂だ。見もせずに覚悟がねえとか言われたくねえ。威勢がいいな、小僧。この俺に説教か？あ、ここの写真の中になんか桐生さんのとか、いろいろあるのかね。まあいいや。よく見な。これが俺の沖縄の魂だ。お、またバサーやる？あ、おう、ムービー入った。ほう、どうだ、恐れ入ったか。あんたがどれほどの堀しか知らねえが、
俺のハブにはかなわねえだろ。かわいい。ほら、ここんところよく見ろ。この色、柄、すげえだろ。かわいい。キリュウ、こいつ面白い男だな。いや、面白いよ。すげえだろうって。かわいすぎでしょ。恐縮です。ん？どうなんだ？なんとか言ったらどうだよ、じいさん。もうじいさん呼びよ。なるほどな。これは見事な掘りだ。掘り師の技術だけじゃねえ。お前を一人前にしてっていう覚悟も感じる。そうだろうが。で、どうなんだ？掘りたくなったか？いや。だが、ダメだ。お前の背中に墨は入れん。え？え？なんでだよ。確かにお前の背中は見事だ。だがな、入れ墨は掘られる側も掘る側も生涯を背負うだけの覚悟をせにゃならん。うん。はあ、そりゃさっき聞いたよ。だからだ。俺はお前の人となりを知らん。何を目指し何のために入れ墨を背負おうとしているのか。それがわからん限り、お前の背中に墨は入れられん。なんだよ、ケチなじいさんだな。ああ、じゃあやっぱ桐生さんとか、錦とかは。え、錦も一緒にやったんだよね、多分ね。それを見た。その覚悟を見ることができたってことだよね。ああ、違うのかな。ちょっと錦の背中のことちゃんと覚えてないけど。おいおい。すまんな。出直してくんな。わかりました。騒がしてしまって。あ、でも出直してこいってこと？出直してくんなって、出直してくんなってこと？それとも出直してこいよ。こいよだよね、多分ね。それなら、また来てもいいってことじゃんね。わかりました。騒がしてしまって申し訳ありませんでした。ほら、行くぞ、力也。お、桐生さん、ちゃんとしてる。兄貴の背中を掘った掘り師って言うから、すげえ心の広い人間かと思ったのによ。いやー、今のは逆に心の広さみたいなところじゃないの。強さなのかな。いい加減にしろ。失礼にも程があるぞ。ちえ。これどうすればいいんだろう。それでどうすればいいんだい。ちょっと調べてみたら、この後なんか、ああ、それかな？これっぽいな。なんかイベントがあるって、ぽいね。ん？すみませんでした。これで勘弁してください。カラフルなニット着てる。はん？これじゃ足りないでしょうよってぶつかったのはあんたたちなんだしさ。でも、それで手持ち全部です。大丈夫、そこに ATM あるからちょっとお金を下ろしに行こうか。お前の顔を下ろしてやろうか、地面でって感じだね。そのなんか紫スーツの人めっちゃ高顔だね。はわわわわ。おいおい、いい加減にしろよ。素人さんに迷惑かけんじゃねえ。あ、なんだお前。関係ねえやつは黙ってろ、こら。お、ん？バトル。痛い目だったね今ね。おお、これなんかバトルをあれかな、見てるのかな師匠が。グハ。九時ほどにもねえな。なんだよ、東京の極道ってのはこんなもんか。おお、もう大丈夫だ。いいから行きな。次から飲みすぎないように気をつけるんだぞ。かっこいいな、力也。ありがとうございました。行こう、さっちゃん。さっちゃん、飲みすぎには気をつけて。なんやお前、ヒーロー気取りか。なんだ、ん、誰？わしんとこの若い衆が世話になったみたいやな。なんだてめえ、寒くないの？大丈夫？めちゃめちゃもうすごいよね、素肌にジャケット、なかなかないよね。わしを知らんとはお前よそもんか。わしはカムロにその人ありと言われた室戸嫁。はい、こんにちは。また脱いじゃうの。あ、すごい。まあ、すごい顔してる。ビビったか、ボケが。行きましょう、兄貴。バカの相手をしてる暇はないですし。ああ、面白い。そうだな。いや別にまあ、いいんじゃないの。わしの話は終わってないっちゅうね。芸術で。邪魔信者。超えるのも大概にしとけよ。ガキが。
ガキやと？んどろわしよりガキのくせして。かっこいい。お、今日はこれぐらいにしといたるわ。ジャケットが悲しくそこに脱ぎ捨てられている。カムロ町ってのは騒がしい街っすね。いつもこんな感じなんすか？まあ大体な。ん？先生、お、どうしてこんなところに。リキアとか言うたな。お前どうしてあいつに入れ墨を見せなかった？はあ、どうしてあんなチンケなやつに見せなきゃならないんだ。俺の背中はそんなに安くないぜ。おうおうおう。あ、でもじゃあキリュウさんには見せたもんね。キリュウさんはやっぱ格が違うと思ったのかな、最初から。それに俺の入れ墨は相手を脅すために入れたんじゃねえ。沖縄を背負うためのものなんだ。なるほど。もう一つ、なぜ殴らなかった。あ、そうか、あんなやつ殴る価値もねえよ。お、喧嘩ってのは俺が認めた相手としかしねえ。それが俺の流儀だ。キリュウさんと同じようなこと言ってるね。うん、なるほど、面白いなお前。そうかい、ついてこい。お前のハブ、お、俺が仕上げてやる。あ、仕上げる方向なんだ。あ、いいね。でもどうして。お前の人となりが分かったからさ。それ以上理由がいるのか小僧。だったら仕方ねえ。いいぜ、掘らせてやるよじいさん。おーおー、言うねえ。いやー、いいな、リキア。うう、痛いよね。我慢せい。ハブに魂を入れとるんだ。じっとしとけ。俺の墨は運命を変える。重さに潰されるんじゃないぞ。俺の背中はハブだぜ。ハブは沖縄の魂だ。どんな運命だろうが丸飲みにして食らい尽くしてやるよ。よう言うた。お主なら入れ墨に食われることもないじゃろうな。よし、完成じゃ。おお、目が入った。どうすか、兄貴。さすがは先生、惚れ惚れする出来だ。兄貴と同じ歌彫りの入れ墨か。これで名実ともに兄弟分になったってことですね。かわいい。そうだな。うん、先生今日はありがとうございました。世話になったな。いつまでもリキアはそのため語なのね。ありがとうよじいさん。まったく口の減らん小僧だな。色が抜けたらまた来い。お前の背中、俺が生きてるうちはおお、ずっと面倒を見てやる。すごいいいね。あ、頼むぜ。俺の背中、あんたに預けるよ。じゃあ行くか、リキア。先生、お世話になりました。またな。あ、またな。おお、あ、これで、じゃあ経験値が入ったってことは、これで終わりかな？いやー、よかったね。そうか、でも、やっぱ、お目目だけを最後に入れたから、先生のなんかこう、サインみたいなの、キリュウさんのとこには入ってるじゃないですか。キリュウさんの背中には。あれは入れないのかな。さすがにだってね、ほとんどはだってその沖縄の亡くなってしまった先生に彫ってもらったんだもんね。うん、なるほどね。いやーでもよかったね、お目目入れてもらって立派になりましたね。そっか、いやー いいですね、このサブストーリーやってよかった。うん、ちゃんとね、やっぱムービーとかも入ってるし、いやーサブストーリーにしとくのはもったいないね。はいはい、というわけでじゃあ今回はこの辺で終わりにしましょう。ちょっとね、動画の時間が足りなかったのでおまけの動画をつけてみました。また次回は普通に動画撮りますのでよろしくお願いします。セーブデータちゃんと戻しておきます。はい、というわけでじゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタン、それから動画の感想をねコメントに書いていってくださると嬉しいです。あとメンバーシップやっております。毎月限定動画を配信しておりますので、気になる方は概要欄からぜひチェックしてみてください。それからツイッターもやっております。お気軽にフォローしていただけると嬉しいです。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。じゃあ
バイバーイ。